はい、やってまいりました前田工房のクラフト万歳ギターチャレ、なんと90日目でございます。いよいよ90日目ですね。すごいです。90日続けてきました。そしてですね、今日はさらになんと3月31日、今月の発表曲発表の日です、ね、このギターチャレ始まって以来、3回目ですね、発表するのは。1月は、猫を弾き語りする、2月はイズントシーラブリーを弾く、弾き語りかな、はい、で、3月はの目標は自分でこんな目標を立ててみました。じゃん、譜面ですね、はい、タブ譜っていうんですかね。僕譜面が本当読めないんですけど、これ通りに、弾いてみる、この譜面に沿った弾き方をやるっていうのを目標にしてみました。はい、で、さらにこれをアンプして覚えて、弾くで1ヶ月練習してきたわけなんですけど、今日が発表日でございます。まあ、ただ、まだねアンプで、成功したのは各パートごとにしかまだね、成功はしてなくて、つなげたことはなりません。なのでできるかどうか分かりませんが、まあ、まずは頑張ってみたいと思います。そしてどうしてもできなかったら、まあ、譜面を見ながら譜面を見ながらだけど譜面を見ながらだけど間違えずに弾くに、まあ、切り替えたいんですけど、まずは譜面を見ないで、挑戦してみたいと思います。それではご覧ください。それでは聴いてください。いつも何度でも。それでは聴いてください。いつも何度でも。それでは聴いてください。いつも何度でも。緊張するしできないし、ラスト、譜面を見ないパターン2回です。ラスト2、この2回で、譜面を見て弾けなかったら譜面を見ます。おそらくは終わらないでしょう。はい、それでは聴いてください。いつも何度でも。ラスト2。ラストです。もうちょっとだけゆっくりやります。必ず成功させる。
ちょっともう一回、もう一回、ラスト、もう一回。譜面読みます。すいません、アンプは無理でした。悔しいです。でも譜面を見て、成功させたいと思います。それでは引き続きご覧ください。それでは聴いてください。いつも何度でも。テイク2、それでは聴いてください。いつも何度でも。3回目の挑戦です。聞いてください。4回目です。お願いします。譜面あり5回目のチャレンジです。そろそろ決めたいと思います。頑張ります。間違えしたな。6回目です。
はい、いかがでしたでしょうか。テイク6で一応完走はしました。失敗ありです。非常に結果としては悔しいですね。はい、もうね、緊張がすごいんですよね。やっぱ緊張しちゃうし、もう全然ね、もうこの左手がね、ちょっともう軽く若干震えてるぐらいな感じなんですよね。もうホホホってしてね、全然やっぱりなんか勝手に自分で本番って言ってるだけなんですけど、やっぱり緊張する。で、まあ、その後やるぞっていう感覚じゃなくて、ちょっと別に取ってない気持ちで、7回目8回目とちょっと引いてみたんですけど、まあ、そっちの方がやっぱりね、あのスムーズですね、気持ち的にも。やっぱりプレッシャーに弱いんだなっていうのが今日思って分かりました。まあでも、あのこの初めての譜面にこう挑戦するという意味では、とてもいい、題材だったなと、思っております。で、まあ、弾き方も新たな、弾き方をちょっとまあ学ぶこともできましたし、まあ、この1ヶ月はいい力になったんじゃないかなって思ってます。はい、ね、そんなね、なかなかね、うまく弾けませんよ、完璧になんかね。はい、でもこれね、引き続きちょっとやってきます。で、やっぱりね、これ慣れていけば、慣れていただけ、手のこの流れがやっぱどんどん慣れていくんで、今日本番中にもあれ、ちょっとこれ慣れてきたなっていう部分もやっぱり、見えてきたので、この調子でいけば、自然と覚えられるし、自然と、なんだろう、あの譜面も見ずに弾けるようになるんじゃないかなって、ちょっと期待も、こもってます。というわけで、3月、ね、の目標、千と千尋の神隠し、いつも何度でものフィンガースタイル、指弾きですね、はい、に挑戦した月でございました。また明日から4月1日、ね、91日目が始まるわけですけれども、引き続きちょっとまだ題材とか決まってませんが、ね、残り4、5、6、7、8、9、10、11、12、9ヶ月、ね、必死に頑張って、毎日続けて、めちゃめちゃ上手くなりたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、そして今日の、ね、この僕の伝わったか分かんないけど、この頑張りを、見ていいねと思った方はぜひいいねを押していただいて、なんかね、コメントなんかいただいても嬉しいです。はい、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで、3月31日、目標曲発表日でした。終わります。ありがとうございました。